皆さんこんにちは、白石市長の山田雄一です。今日は第15回宮城県バレーボール大会で優勝していただいた短町チームの皆さんが優勝報告に来ていただきました。それでは感想をお願いいたします。はい、予選から苦戦続きでしたけど、白石代表としてなんとか優勝しました。やったぞ、イエーイ。